俺、大変なことを思い出しちまった。なんだ。これを見てくれよ。あいつだ、ワボルを倒した麦わら帽子の海賊だ。間違いねえ。3000万ベリーの賞金食い、彼らが。おお、大した悪党じゃないか。どこでこれを。それがあんたに報告するのをすっかり忘れてたんだが、1週間くらい前に突然ロベールの町に旅人らしい男が一人現れたんだ。珍しく雪の降らない日だった。どっから上陸したのかわからねえが、とにかくそいつはこの国を襲ったあの海賊黒ひげを追っていると言ってた。でもとっくにこの国を去ったことを知ったら。じゃあもう一つ聞くけど、麦わら帽子をかぶった海賊がここへ来たか。知らねえって言うと手配書を出してこう言うんだ。もしこいつがここに来たら、来たら俺は10日間だけアラバスタでお前を待つと伝えてくれ。頼んだぜ。おい、ちょっと待ってくれ。あんた名前は。ああ、そうか、そうだったな。俺の名はエース。そいつが来たらそう言ってくれりゃわかる。おい、そいつを捕まえてくれ、食い逃げ野郎だ。じゃあ頼んだぜ。アラバスタで10日間待つか。ん？ドクタークレハ、どうしたんですか、ぼんやりして。お前さん、ゴールディ・ロジャーを知ってるかい？ディ？ゴールド・ロジャーのことですか？今はそう呼ぶのかい？どうやらうちのトナカイは大変な奴についていっちまったらしいね。生きていたのか、ディの意志は。